2022年公開の映画ハケンアニメで第46回日本アカデミー賞主演女優賞を受賞。主な金作のドラマは2022年ガンニバル、2023年は落日、時をかけるな恋人たち、映画では G メン、怪物の木こり、2024年は忍びの家、ハウスオブニンジャズ、丸、正体、声の出演をした映画トランスフォーマー1など、今後も多数の出演作が控えています。内田篤人さんは2006年に静岡県清水東高校から鹿島アントラーズに入団、レギュラーとして史上初の J リーグ3連覇に貢献しました。吉岡里帆さん、内田篤人さんです。レディースフォーマルウェアメーカーの東京ソワールが手掛けました。オートクチュールからスタートした技術を惜しみなく注いだオリジナルの一着です。しなやかで凛としたイメージと透明感が引き立つようエレガントに仕上げられ、デコルテや肩のラインの美しさが際立つオフショルダーのディテールです。吉岡さん、本日は受賞おめでとうございます。とっても素敵なドレスですね。ぜひせっかくですので、会場の皆様やプレスを通じてご覧になられている方々のために、その場でターンをお願いしてもよろしいでしょうか。お願いいたします。ありがとうございました。お気持ちを聞かせてください。はい、本当に光栄な賞で、私も正式な、こういった華やかな場所でスピーチをさせていただいたりですとか、ヘアメイク、そしてスタイリングなどなど、ドレスをまとわせていただくような機会っていうのは多いんですけども、やはりフォーマリスト協会の皆様に見られていると思うと、ちょっとこう背筋が伸びる思いですよね。そして今日も皆様がとても素敵な装いで来られているというところもあって、こういう会場でしか感じれないような、ちょっとこう凛としたような気持ちで今日のドレスを着させていただいてます。うん、2024年はどのような1年でしたか。また2025年につなげるために残り3ヶ月どのように過ごしたいですか、ということでお二人にご質問が来ております。では吉岡さん、よろしいでしょうか。はい、早いですね、1年が。本当にもう今年を振り返る時期になってきたんだなと思いますけども、私は今年は本当に激動の1年で、さまざまな分岐点を迎えたりですとか、ずっと一緒にお仕事してた方とどうしても離れ離れにならなきゃいけない事情があったりとか、いろいろ乗り越えなきゃいけないこともたくさんあったんですけど、やはり乗り越えなきゃいけない大変な年こそ素敵な出会いだったり、こんな華やかな場所に呼んでいただいたりとか、前向きになれるような出来事も起こる、捨てたもんじゃないな人生とはって思うような、そんな1年でした。私事ではあるんですけども、長年夢だった大河ドラマへの出演が昨日会見で発表することができまして、来年の夏から2年弱撮影に入るんですけど、やっぱずっとこう長く役にこう向き合うっていう経験をずっとしたいと思っていて、で祖母に大河ドラマ見たいっていうふうに言ってもらってたのもあって、ようやくだと思ってすごく嬉しい年になりました。ぜひ豊臣兄弟見てください。すいません、宣伝になっちゃいました。失礼しました。私も大河ドラマ大好きなので楽しみにしております。お願いします。